な絶好調にいいかな、いいかな、11時40分、もう12時になるのでちゃちゃと言って帰ろうね。まあまあ慣れない、給料をね出す作業をしてたのでちょっと時間が押したの押したけど、今日も更新しますよ、ね、コロナが落ち着くまでね、毎日こんなことで笑いましたとかね、こんないいことが起きましたという、まあ、コロナのおかげで、あ、最近コロナのおかげで言ってなかったかな、でもコロナのおかげでいろいろ時間がねできてね、自分探しっていうかね、自分の見直すことがね、いろいろできてるのでとてもいい時間が過ごせてます。で、今日はね、今日何した、午前中、今日午前中何したよ、起きてあれ今日午前中本当何したか思い出せん、昼からは、あ、午前中あの部活動指導員っていうのを話し合いに行ったんや、話し合いというかね、1年のねまとめみたいな、で、まあ去年からね、僕はあの隣町の市のね部活指導員っていうのにね入れてもらったのでね、一応なんか準市の職員なんですよで、そこでまあこれに入れてもらったんでね、ものすごく生徒たちと接する時間が長くなったんでね、すごい成長、生徒たちの成長がね、見て取れるんで、ものすごくありがたいですっつってね、もうどこ行っても俺はもう感謝の言葉しかないですよ。課題はもうこのままね、これを生徒たちがもっと笑顔になれるようにね、頑張っていきますってもうそれだけで、昼から笑いヨガのね、先生のとこにね、おしゃべり会のみんなが集まる家のね、笑いヨガの先生が断捨離を、ね、後片付けを、稲荷の後片付けをするって言ってたのでね、それを手伝いに様子を見に行ったんですけどね、結果まあ手伝おうと思ってたのでね、手伝い寄ったら3時ぐらいからパーソナルのお客様がいたんですけど、その人からキャンセルのね、昨日に引き続きまだキャンセルね、これでも笑顔でやれますかっていう、もうそのキャンセル見た瞬間ね、よし、もう今日はもう俺断捨離ではっちゃけようと思ってね、もう今日俺もう今キャンセルになったけど断捨離するよっつってね、断捨離をずっと手伝って、よかったですね、もうこれも捨てていいって、これも捨てていいって、それはダメ、置いといてってね、まあそこおばあちゃんがいるんでね、90歳近いね、そのおばあちゃんがまだ全然ボケてなくてね、でもね、釜がね、もう4個も5個も出てきたりするんですよ。まあまあそれは俺もね、17年前ね、お父さんが亡くなった時にね、家の片付けする時にね、片付けようとするとね、おかんがそれダメあれダメとかね、兄弟からそれ捨てるなとかね、もうみんなから捨てるなってね、お前やりすぎじゃってね、散々言われてね、でも本当僕の中の断捨離の極意はとにかく片付けるんではなくて、整理整頓じゃなくて捨てるんですよ。迷ったら捨てるね、そうで、複数あったら1個にするね、これだけっていうのにするで、迷ったら捨てるね、複数あったら1個にする、でもうとにかくもう僕の場合も半年着なかったら捨てる、半年使わなかったら捨てるですね、でとにかく無駄なものがない空間にする、まあ、自分のとこだけですね、でそれをするとね、まあね、仕事のひらめき、なんかいろいろね、ひらめきをもらえるんですね、やっぱ片付くと頭の中が片付くんですかね、これはなんか分からんけど、とにかくで、いらないものが出ていくと新しいものが入ってくるですよ。だからで、とにかく片付けるんじゃない、捨てるんですこれがね、なかなかね、で言われるんです、捨てたらね、だって捨てたら言われるもんって言うけど、言われるんですよ、言われるけど、もう言われて当然ぐらいで捨てるで、嫁さんから言われた時がちょっと
そこら辺で終わりなさいっていう合図嫁さんからやりすぎって言われたら、ねえー、いい加減にしって言われた時があのやめ時、ね、それはバランスを取ってくれてるんでね、そうやってね、今日は楽しい純ちゃんとね、断捨離ができたんで純ちゃんありがとうね楽しかったっす。でね、いろいろあの人生のね話を2人で語り合って、まあ大抵この人ね女性なんやけどね、あのまあいても変な気持ちになるわけでもなく、俺ら前世は兄弟やったんやろねって、間違っても夫婦とか不倫関係ではなかったと思うよち、うんね、そんないい仲間ができてよかったなと思います。よし、じゃあ今日もちゃちゃっと終わりたいのでね、で、あ、まあまあそれから終わってね、キックボクシングをねやって、んで給料出しして今の時間帯になるんやけど、今日の朝起きた時はこれね、空腹は最高のスパイス、せいお腹がすくとイライラするこんな時はね、空腹は最高のスパイス、西洋のことわざだそうです。ね、これは翡翠さんか、断食を実践した時なんかね、断食をすると全ての感覚が鋭くなり、武道の創設者は断食中に家でふと視線を感じて振り返ったらネズミが見ていたとかね、なんかこう感性が鋭くなるんですね、そう、断食はね真似しないでくださいねって、危険性もあるんでね、ちゃんとした指導のもとでやってくださいねって。この1週間の翡翠さんがね1週間の断食をやった時、この1週間の断食で何に一番感動したかというと、断食後の食事ですって。1週間の断食後に初めて食べたおかゆの一杯に梅干し一つ、これが僕の人生史上いや最も美味しかった食事になりますって。これは俺もあの、ね、格闘技やってたんで10キロ減量とかしてたんでね、まあ最初のおにぎりが美味しいですよああ、そうですね。そう、断食をするとね、食べ物に感謝することができるんですよね。で、まあ、芸能人とかね、世の中の著名人というか、まあまあ成功者とか、いろいろ、有名人は、みんなやっぱ、断食してますね。んで、一日一食とかね、で、とにかく空腹の時が一番免疫力が出るんですよ。で、サーチュン遺伝子とかね、遺伝子とかこう、若返り遺伝子とかね、そういうのにスイッチが入るのも空腹の時なんですよね。で、今さっき言ったみたいに、まあ、ちゃんとした指導のと、今、ちゃんとした指導っていうかね、今、インターネットでしたらもう、簡単にできる楽なね、ダイエット、断食、ファスティングですね、もう載ってるんでね、もう本当、この人類、今の人類が、体を良くする方法って、もう、ファスティングですね、いろんなね健康食品、いろんなサプリ、いろんなもの出ますけど、一遍今もとにかくこの飽食の時代、美味しいものがいっぱい溢れてる時代と、大気汚染とかいろんなものがこうね、漂ってる、コロナもそうやし時代、やっぱりねもうちょっとね体リセットさせるためにはね、やっぱファスティングしないとね、だから僕は娘とかにも今はいいよって、もう会う人は今はいいんやけど、将来ね、そういうことをやるチャンスが必ず来るから、その時の知識のために、僕が言うね、いろいろそういう話を聞いといてねって、言いますね。で、今日、本当ね、ちょっと、純ちゃんのとこで、断食じゃないや、断捨離しようときに、まあ、ちょっとね、他の人も来て、で、その人はお茶のね、なんか健康食品 をしてる、してて、その人がねやっぱ言ってたんですよね、今は分からんかもしれんけど後で、あ、気づくかもしれんけ言うんですよねって聞いた時、ああ俺も本当そうやなってね、みんな人それぞれねこうやっぱり違う人生を送ってきてるんで、今ね受け入れられない
ことはいっぱいあるんですよね。でも先々ね、気づくことが来たりとか、そういうデータがね、そういう知識がいる時がある来るんでね、その時一番最初に聞いたらね、その時受け入れられないんでね、今こう受け入れられなくてもね、データ入れとくと後でポンってスイッチが入ったりするんでね、俺はもう一生それなんだろうなって、もう相手に分かってもらおうとかはもう全く思ってないですよ。でもやっぱ熱を入れて言う時は言うし、さーっと言う時はさーっと言うし、その時その時で臨機応変なんやけど、とにかくもう言い続ける。ね、その時に感じてくれる人もおるし、3年後、5年後、10年後なのかもしれないし、もう死ぬ寸前かもしれんし、いつかは気づく時が来るためのために、今データを入れてあげる。うわ、もう10分やね。やっぱ10分もすぐ。で、今日はね、その気づきがあったな、よかったな。で、今日の、大シャン。ね。幸せはすべて自分の心から生まれる。何か問題が起きたとき、これで良くなると思える人は幸せ。どんな些細なことにも感謝できる人は幸せ。結局何があっても幸せと思う人は誰も不幸にすることはできない。悪魔が1000人集まってもそういう人を不幸にすることはできない。なぜならもうその人が幸せにを作り出す神様だから。そうね、本当そうですよ。もう常にね、常にもう俺はもう本当に常に幸せしかないんですよね。だから幸せになる方法をもう言い続けるだけ、メンタルと体と、栄養、メンタルと体っていうかね、だからメンタルと、適度な運動ね、メンタルと適度な運動と栄養で、この適度な運動の中には筋肉を鍛えることと筋肉をコンディショニングね、だから適度な運動の中にはエクササイズとコンディショニングが、もうこれはもう必ず一体なんですよ。このどっちかをしかしないから、みんな体がね、おかしくなるんですね。なのでメンタルと適度な運動と、これにはエクササイズとコンディショニングで栄養、この3つのバランスが整ったら、まあ人間大体健康になるし、心は幸せっていうふうになるんですよね。これをずっと言い続けるんだなって、今日ね、どうしてもね、ちょっと言葉が詰まる、うまく言えないかもしれないけど、やっぱどうしても不安なことを言ってね、不安の、こう、将来こうなったらどうするのとか、ああなったらどうするの、癌になったらどうするのって、自分の、こう健康食品なら健康食品、運動なら運動ね、そのなんかな、まあなんか体に健康グッズとか、それがね、そういう流れじゃないですか。不安なことをね、思わせて、あ、じゃあそれがないとって。でも実際ね、病気にしても癌にしても、今ね、生活習慣変える時よっていうお知らせじゃないですか。ね、不安なことではないんやけどね。だから俺はもう治ることとか良くなることしか言わないんですよ。だからそれやったらこうなるよって不安なことをね、うわ、なんかこう言う気になれないよね。ね、認知症になってもね、何になってもうちのお母さん幸せ認知症じゃないですか。ただ、ものすごく、困ってる人の話を聞くけど、だってそれはその人はもうそういう因果とか、そういう経験をしないといけないから、そういう経験してるだけでね。だから俺は、いや、うちはね、こうやって幸せ認知症のお母さんできたんですよっていう話をするだけでね。だから常に良くなることしか言わないんですよ。それが、なんか、周りの人とちょっとこうギャップが起きるところかな、いつもね。そう、まあまあそういうことにも今日気づけたんでね、ああってね、
なんか俺が周りの人と違うのってそういうとこなんやなと。で、自分が体が良くなったのがもう治る一辺倒で行ったからですよね。あ、もうこう体は動かなかったり心に不安なことは起こるけど、もう行動と出してる言葉とかがもう治ることしか言わなかったのと、そういう行動しかしなかったから、もうそっちの方にしか進まなかったんですよね。でそれを人に分かってくれとかじゃないんですよ。それを俺は見せ続けるだけ、言い続けるだけなんかいろんなこと言われても、だから勘違いするんですよね、みんな。俺が言ったことをせないけんと思うんですよね、みんな。とか俺に賛同してと思うんで、俺はそんなことは思ってないし、言ってるつもりはないんやけどね、そう思われてしまうけど、俺はもう姿を見せてるだけ、自分の経験をもう言ってるだけ。いつかみんながね気づく時が来るかもしれないんでねうまく伝わらなかったかもしれないんですけど、今日こんな感じですもん。ですもん、もう夜も遅いしということで、今日は何、今日はね、断捨離ができてよかったもう断捨離できるとなんかもうウキウキするね。俺断捨離屋さんになろうかな断捨離ができてよかったね。はい、ほははは、ほはは、イエーイ、はい、いいだ、イエーイ、オッケー、もうウキウキしてね、もうこれ捨ててってなんか持ってね、これはみたいなね、もうそこでこうダメとかいいとかなんかいろんなジャッジが起きるんやけど、それでももうこれも捨てさせてみたいな気持ちよかったな。大丈夫でしょかよ、大丈夫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 、なんとかなる、大丈夫かよ、なんとかなる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 、オッケー、ついてる、大丈夫かよ、ついてる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 、高評価ボタン、チャンネル登録、ここにお腹引き締めエクササイズ、夜の生理体操小説の1話載ってるんで見てください。いや本当ね、いい日でしたね今日もね。ね、いいんかな。じゃあ、お、いいね、いい感じやね。39で終わらせてください。31、2、ついてる笑顔でね、キュッ。